牧島良男は、日本の工学者。専門は、無機工業科学、無機材料工学。マレーシア日本国際公会員副委員長、東京大学名誉教授、北陸先端科学技術大学院大学名誉教授、米国セラミックス協会フェロー。北陸先端科学技術大学院大学副学長、国際セラミックス連盟会長。 日本セラミックス協会会長等歴任。茨城県生まれ。1971年東京工業、大学大学院工学博士課程修了、同大女子着任。同年カリフォルニア大学ロサンゼルス校、博士研究員科学技術庁無機材質研究所研究員を経て、1988年、東京大学工学部教授。 1995年東京大学大学院、工学系研究科材料科学専攻教授。2001年東京大学名誉教授。2004年から、北陸先端科学技術大学院、大学ナノマテリアルテクノロジーセンター長、教育、研究担当理事、副学長。2008年同大特別学長顧問、国際セラミックス連盟会長。 2011年北陸先端科学技術大学院、大学シニアプロフェッサー。2016年マレーシア日本国際公会院、副委員長。北陸先端科学技術大学院大学名誉教授。プレジデンシャルアドバイザー、大倉和地下記念財団選考委員長。日本板ガラス材料工学女性会選考委員長。日本セラミックス協会会長。 米国セラミックス協会フェロー日本学術会議連携会員等歴任2021年日本セラミックス協会功績大賞受賞ありがとうございます